皆さんこんにちは、クラウドです。中盤戦が激しかった試合を集めてみました。もしよろしければ最後まで見ていただけると嬉しいです。おお、ワンコロさん GTR 組んでる。2連打ってきて、俺の大きい連鎖を打たせてきて、この対応ですよ。完璧やん。あ、俺も頑張って対応した。いいっすね。しかしそれをまたワンコロちゃんが対応してきたけど、しっかりと5ダブ作ったから勝ったと思いきや、マジか。熱いっすねこの試合。試合は勝ちたいな。あんま覚えてないんだよな、今日戦ったけど。どっち勝ったんだっけ。いやー、マジか。この短時間で5連作れんのか。俺もちゃんと連鎖作ってんのにな。ルイさんこんばんは。うわ、81いた。激しすぎる。マジか、この試合負けたんか。ごめん、画面暗くなって申し訳ない。あ、てかなんかおかしくない。ちょ、待て待て、またお会いしましょう。1 2 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 1
あのね、20先これ負けたら、あの連戦やってくれないと思うから、勝たないとダメなんですよね。せがりそう。
今やってます。声小さくてすいません。手順がね、やっぱ普通の人と違いますよね。うわ、うまいな、滑らかに組むな、マジで。さあ、今消したのミスなんかな。あれで結構難しくなったけど、この5連に対してどう対応するか。おお、しっかり対応してくる。しかしそれを俺ちゃんと見切りましたね。見切ったけど俺の本線が小さすぎる。うわ、これうまいな。
まあ、うまいけど、まあ一応なんとか4連作れます、ね。あ、これあれやな、真ん中のレッサーパンダ動くんやな、俺が動いたら。もっと可愛いのあったらいいやけどな。俺の持ってるあのソフトがね、こんな気持ち悪いキャラしかいないんですよ。さあこれかなり厳しいですね、俺の方は。一回2連打つ。さあポコの方はこれはどうなる。どこから打つの。とりあえず爆発させる感じ。青待ち。青が来ない、かわいそう。あのマイクはいつものマイクと違いますね。あのパソコンから配信してるんで、いつもはプレ4から配信してるんで、コントローラーにヘッドホンマイクさして配信してますけど、今日はあのスタンドマイクです。140先はマジですね。まあでも今日は70先までしか配信しないです。さあ、あの3ダブでっかい、うん、もうこれは緊急発火ですね。これうまいよな。激しいな。1回2ダブ打って1、2、浸透めっちゃ入った。まだ前る。噛みつも手直してきます。これ、ああそうなってんのか。青が消えて、青が消えて、紫が消えるってやつか。あ、でも俺この連載日初めて見たかも。まあ今は連載日完成してないけど、え、なんかこれあれですよね、ペルシャ詰めみたいな感じですよね。初めて見たわ。あ、でもこれ今、右、逆ハッカーちょっと狙ってるな。さあ、4連で、俺的には結構この4連はありがたかった。しかしこれもまあまあ対応してくるわな。いや、対応じゃないわ、もうこれ本線や。さあこのセカンドは帰るのか。さあしっかり入れてますね。ちゃんと全部消えるわ。さあ3列目から2ダブ打てるような形組んでますけど、それはもちろん打たない。6列目からのこれどうするんだろう。そっからぶっ壊すんか。
開始いたします。5、6、7、8、パーミテーション1。これはどうなってんの。おお、ちゃんと下までつなげてる。すごっ。さすがに無理と思った。さあ、角が悪いなこれ。悪いけどしっかりと積もりましたね。俺の方は赤が欲しかった。さあこれ頑張れば返せますね。頑張れ。これ打ったらダメ。赤足さないと、赤足さないと無理や。マイクは普段プレ4で配信してるときはヘッドホンマイクですけど、パソコンの場合はスタンドマイクで配信してます。いかが。そう、学校の階段確か4までやってたんですよね。俺的には1と2が一番好きだった。めっちゃクオリティ高い。ゆうけいさんがなんかボケたんか。俺初めて見た映画クラウド誕生やったから。チンやな。さあしっかりと3ダブで対応してくる。この3ダブは5連鎖分ぐらいの威力ある。あ、皆さんこんばんは。赤いテケテケな、懐かしいな。あれすごいよね。なんか CG なのかな。なんか合成感が全然なかった。今あえて短くしたんですよね。あんま連鎖長かったら向こう間に合うかなと思って伸ばして。